皆さん、今回は楽なんてもんじゃないですよ。皆さんの生活が劇的に快適に楽々になるというこちらブリヂストンの電動アシスト自転車アシスタロイヤルを紹介いたします。では早速使ってみましょう。ご覧のように低床フレームになっておりますので、女性の方でもまたぎやすい作りとなっております。またステンレス製のリアキャリアは最大積載重量 27kg とクラス27に対応しております。チャイルドシートも固定可能ですから、お子様と一緒の通園にも大活躍です。でもやっぱり気になるのはパワーですよね。ご安心ください。今回のアシスタロイヤルはブリヂストンの中でも最高アシストレベルを誇ります。急な坂道もスイスイ楽々登ることができるんです。それでは電動アシスト自転車の快適さを皆さんにご覧いただくために、今日はですね、こちらの急な坂を使ってちょっとした実験をしてみたいと思います。今回協力いただくのはビッグスポーツの丸山さんです。ビッグスポーツ丸山です。よろしくお願いします。じゃあ早速行きましょうか。はい、じゃあ丸山さんが電動アシスト自転車に、で私が普通の自転車に乗って今からこの坂を競争してみたいと思います。はい、丸山さんの方にはペットボトルの2リットルが6本入ってますよね。はい、じゃあ行きましょう。それでは用意スタート。このように今回のアシスタロイヤルなら急な坂でも荷物を積んでも楽々登りきることが可能なんです。でも力強さだけではございません。3つのセンサーを搭載したことによって一人一人に合ったアシスト力を実現いたしました。ですから脚力に自信がないという方でも今までよりもより快適に進んでいただくことができるようになったんです。操作は左側ハンドル部分のこちらで操作が可能です。アシストも3段階で切り替えていただくことが可能です。さらにこちらにはバッテリーの残量の表示をしてくれる部分がございます。さらに切り替えていただくと、あとどのぐらい走れるかという残りの走行距離も確認することが可能です。さらに切り替えると走行中の速度も確認が可能です。便利なメーターも搭載です。右のハンドルにはギアを搭載しております。便利な3段階調整可能なギアです。さらに前輪と後輪のタイヤには空気圧が不足すると赤いサインでお知らせをしてくれる空気みはるくんを搭載しております。適正空気圧を保っていただければタイヤの耐摩擦性もアップしますよ。そして 12.8A という大容量バッテリーを搭載しております。最大でなんと約67キロという長距離走行も可能にいたしました。さらにバッテリーはこのように簡単に取り外しをしていただくことが可能です。ご自宅のコンセントから電源が取れる充電スタンドも付属でついてまいります。バッテリーをこの上に乗せていただければ簡単に充電していただくことが可能です。ブリヂストンの電動アシスト自転車アシスタロイヤルはシリーズ最高のアシスト力で皆様の生活が快適になること間違いなしです。ぜひこの機会にご検討をお願いいたします。